ちゃまでございます。ということで今日は FIFA21 がなぜこんなに面白いかっていう動画をちょっと撮りたいなと思って撮らせていただいております。まあ、僕はね、UT っていう、まあ、ウルティメートチーム、課金してパックを引いて好きな選手でチームを構成して、まあ、オンラインで、勝敗を分けるっていう感じの、モードを一番楽しいんですけども、それ以外にもめちゃめちゃ面白いのがいっぱいあって、まあなんかね、まずはボルタモードね、これも去年か一昨年ぐらいから入った、去年か、フットサルのようなモードで、まあ、フィジカルとかそんなにないけど、なんかこう、なんて言うんだろう、足技とかをメインで使ってドリブルとかね、ちょっとナメプみたいな、うん、ちょっとカッコつけたプレーで、まあ、ちっちゃいコートで4対4とかね、3対3とかそういうのを楽しむっていうモードなんですけど、これもね、またちょっと新しくなってるし、なんかね、なんだろう、ミュージシャンの人が出てんのよ。誰だったっけな、なんか、芸能人とかが普通に出てくんの、このモード。それで、なんて言うんだろうね、なんかこう、オーバーグラウンドの感じがめっちゃおもろいなと思って、まあやっていきたいなと思ってますね。ただ僕はまだね、UT をめっちゃハマってるんで、ここね、実はあんまりそんなにやれてないんですよ。まあこんな感じでキャラクターを作ってっていう感じです。で、まあいろいろ変わって、あとは、あれなんだっけな、プロクラブとかも変わったし、あれ。そう、このキャリアモードっていうのも変わって、今年から結構俺がいいなって思ったのは、このね、シュミレーションみたいな。大体今までだったら、試合中ね、試合に実際にプレイするか、あとは飛ばしてカレンダーだけで、まあ、スコアがバン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 って流れていく感じなんだけど、こうピッチをね、シュミレートモードにしたらピッチをこうやって映って、このマーカーがこう動いてさ、試合みたいな、まあ、よくあるやつあるじゃん。あれを眺めてるだけなんだけど、ここ俺やりたいと思ったら、そっからリアルの試合に入って、こうプレイできるっていうのが、あ、めっちゃ面白いなみたいな。今までだったら、まあ実際に全部プレイするか、全くプレイしないかって感じだったんですけど、その間の、まあ、ぼんやり見ながら、いい監督っぽくね、監督っぽくさ、ここいい動きしてるなとか見ながら、ここは俺みたいな。なんかジーコとかがさ、フリーキックで そこのフリーキック俺蹴らせろみたいな。だからそんなプレイができるのかなみたいな感じですね。だからそういうのもあって、キャリアとかもね、楽しみかなって思うんですけど、僕はね、やっぱね、ウルティメイトチーム UT やってほしいんですよ。で、今年から入ってきた RTTF とかね、ロードトゥーザファイナル。それどういう、イベントかっていうと、その選手の、まあ、チャンピオンズリーグに出てる選手が、勝てば勝つほど、チャンピオンズリーグで勝てば勝つほど、選手が強くなっていくみたいな。今までだったら強化した選手、TOTW で出て、で、また別の試合で活躍したらまた上がるよっていうのはあったんですけど、それじゃなくても継続的に、なんかこう、チャンピオンズリーグの決勝までをこう、繋いでポン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 みたいな。だからなんか、選手によってはかなり期待できる。どんどん上がっていくんじゃないかみたいな。そういうのを期待できる選手多いですね。で、まあ実際の、プレイ内容ですね。まあちょっとやってみきたいなと思うんですけども。でね、今もこんな感じですね。右のサラーが RTTF の、サラーです。で、左下じゃない、CMF の左。ムバッペはこれもレコードブレーカーというね、ムバッペもおもろすぎて、ブラックフライデーで2日間で俺15万課金しちゃいましたからね。まあ、そんなにするし、しなくても普通に楽しめるんですけど、もうそんぐらいドハマりしちゃってる。で、やっぱりね、僕は結構サッカーゲームっていうね、対人の試合の面が結構やっぱ好きで、サッカーゲームは。そこがね、今作 FIFA21 はかなり進化しすぎてて、まあ、実際僕ほとんどうまく使いこなせてないんですけど、アジャイルドリブルとか、まあね、細かくドリブルとかもいっぱい入ってきてて、やっぱね、結構ね、ドリブル関係とか、ボール持った時にどう変わるかみたいなのは結構ね、どのサッカーゲームも、極めてきてるんですけど、これはね、なんていうの、今まで操作できなかった人が操作できる。例えば、クリエイティブランっていう中のいくつかがあって、名前がね、ディレクテッドランとディレクテッドパス&ゴー、選手ロックってこの3つあるんだけど、まあ、大きく分けると、ディレクテッドランと選手ロック。で、それをね、ちょっと今やってみたいんですけど、もうこれでね、サッカーゲームがうまく使いこなせれば、かなり革命的に変わるんじゃないかっていう試合ですね。じゃあ、昨日ですね。で、ディレクテッドランは、好きな選手を自由にこう、オフェンスの時に、ね、走らせられるみたいな。もうなんでこの人はこんなに後ろ向きなサッカーをしてるんだろう、わかんないけど、まあ、こんな感じでさ、普通だったらこうやってグーンってね、ボール攻めていきますっつって、あー取りますっつってね、ここでさ、まあ動か
動かすにしてもこうやってワンツーで走らせたりとか、あとはこうやってさ、まあ、トリガーランでこう向いてる選手を走らせたりとかあったけど、右スティックでさ、こうやってほら行きたい方向に走らせんの今で、ここよ、でここにウォーカーが入ってきて、サイドバックがここに入ってきたらみたいな、ちょっとなんかさ、いわゆる誰だろう、ペップ・グアルディオラさんとかのさ、偽サイドバックとか、そういうフォルスナインとかもそうだけど、ちょっとなんかこう変わった動きをする作戦っていうのがサッカーにはあったじゃん。でそれを今までだったら、まあ、監督のなんかこうコンセプトとかチームのコンセプトとかで再現をしようというサッカーゲームあったけど、実際にこのピッチの中で動いてる選手をいろんな動かせ方、AI に頼らなきゃいけない部分をいろいろ動かし方で、こうなんて言うんだろうね、普通ではできない形っていうのを再現しようっていうところに、僕はちょっとね、まあ、まだこの機能はまだまだ未熟っていうかね、まだまだそのなんかリアルのサッカーに追いついてないけど、全然やれるんじゃないのみたいな、ほら下がっていくみたいな、サイドバック上げ見た、今ちょっとミスっちゃったけど、サイドバックをワンツーで上げちゃったから、あそこ開くから、ね、あのデサイボランチの選手をサイドバックのところにね戻そうみたいな、でウォーカーお前、あ、ちょっと待って、このタイミングがちょっと難しいんだけど、こんな感じでさ、え、お一人って、で こ, うなこっちのサイドいながら逆サイドはここでサイがこう空いてきてみたいな、でちょっと数的有利を作れるよみたいな、これがディレクショナルラン、これをなんかこううまく使い、もっとねうまく使いこなせば、こうサッカーゲームの戦術の深さが全然変わってくるんじゃないかなと思って、正直ねまだ使いこなしてなくて、その片鱗も見てないんだけど、ドキドキしてますこれが出てきた瞬間に。であと一つは選手ロックっていう、あの 今のはパスを出した後の選手をどう動かすかっていうところで、まあ、あの方向とかは、まあ、決められるけど、走るスピードとか細かく、ね、細かい、ね、動きっていうのを要求することはできなかった、まあ、それでも十分すごい、ちょソン・フンミン、あ、やばい、決められちゃった、それでも十分すごいんだけど、このね選手ロックはね、出した後にこうやってね、こうやって右スティックと左スティック押し込むと、もうこの人しか動かさないの、俺これ、ほら、やばいでしょ、この赤いやつ。で、バツとかでちょうだいって言って、で逆にボール持ってる人は、まあ、AI の、まあ、つたない動きになっちゃうんだけど、まあ、そこそこちゃんと動いてくれる、まあ、ずっとボール持たせてシュートまで行かせれるよってことではないけど、でこの2つの機能がマジでやばい。で、この辺をうまく使いこなしていくと、なんかいい感じで。なんかこう今までできなかったことができるんじゃないかなって。で、まあ、実際ウィーケンってまあ UT、 このウルティメイトチームの花形のモードなんですけど、ウィーケンでもそんなにね使いこなしてる人はいない。でこうやってほら走ってウェーイっつって、でここ右サラー使うぞと思ったら、この右スティックと左スティック押し込んで、でここもう一個ちょうだいみたいな、あ、惜しい、今の動きやばくない、これさムバペーっつって、あー、ここみたいな、よくない、これで、これでさ、今うまくいってないけど、こんな感じのことできんのよ。だからあのプロクラブとかでチームプレーっていうね、11対11のモードでこうオフザボールの動きを自分でなんかポジショニングして、どこでボールもらえるかなとかいろいろ考えながらやった経験がある人からしたら、すぐにね、ああいう楽しさがあるんだなってのが分かると思う。そんな感じでどんどん狙っていくと、この2つの機能、新しいアップグレードがめちゃめちゃ僕としては、あ、これ進化したなと、これはまあなんかこうサッカーゲームのを一つこうグレード上げたのかなみたいな。じゃあ逆にね、逆にでもそれ難しいなと、そんなめんどくさいことやらなきゃいけないのっていう人もいるかもしれないですけど、意外とそんなことなくて、普通にこうやってボールもらってトリガーランとかさ、こうやってトリガーランってムービングみたいなのがあるんだけど、それだけでもこうやって十分攻めれるし、なんなら俺こっちの方が、まあ、サッカー今までのサッカーゲームに合った動きなんで慣れてるでしょ、手際がこんな感じで、まあ、普通にそんな新機能をね使わないと必ず勝てるってわけではないですね、うん、でそれではまたここまでの進化をさ、俺が何がびっくりしたかっていうと、プレステ5、ね、プレステ5が今年発売して、まあ、サッカーゲーム的にはさ、サッカーゲームの発売がプレステ5の発売よりちょっと早かったから、まあ、プレステ5での新作、サッカーゲームの新作っていうのは、まあ、来作からが本番かなっていう意識はみんなあったと思うんだよね。まあ、プレステ5欲しいけど、まあ、1年間は買わんでいいかなみたいな意見って結構ね、ツイッターとかでも見られてたんですけど、
この初なんて言うんだろう、それをね期待してるわけじゃん。やっぱプレス、来年はプレステ5になってサッカーゲームどうなるんだろう。その1年前にいや今年からやりますみたいな、今年からどんどん新しいの入れますみたいなのが、いやめっちゃすごいなみたいな。ちょっとねこれ FIFA もね面白いなぐらいの感じだったんだけど、ちょっとでもこれ FIFA はマジでおもろいなになってます、僕的にはね。でやっぱ Twitter とかで見ててもかなりね今年はあの FIFA やるかみたいな人がすごい多いんですよ。もともとね僕は別のサッカーゲームで結構人集めてたんですけど、でそっちももちろん面白いんだけど、なんかこうやっぱどうしてもねやっぱアップデートかみたいな、あーそっかそっかみたいなさ、ね、こうやるかみたいな、今年はこれやるかみたいな感じでやってよ、FIFA やろうっつって俺戻ってこなかったやつを結構知ってる。それとか、うん、でそなんか そのねやっぱ人によって全然やっぱこっちの方が英安的な人はかなりいるっていうのがやっぱ肌で感じてるんで、で僕的にはね、まあ、国内、まあ、世界合わせてね、あの2つ強いサッカーゲームありますけど、まあ、どっちも強くなってどっちもうまく使いこなしてサッカーゲームがうまいおじさんみたいな感じになりたいんで、もうこっちもねガンガンやっていこうと、だからねなんかこうどっちか1つに絞ったっていう人もいるんですけど、全くそういうことはなくて、まあ、どっちも使っていきたいと。でただ今年は新機能とか新しい目玉がこっちの方が FIFA の方が多いんで、まあ、こっちそれを宣伝するというかね、あのみんなに伝えたいなと思って、これはちょっと本当に革命だよと、あとはまあなんかこう名前忘れちゃったけど、サッカーゲームにつきものなのはやっぱりこう事故、選手同士がぶつかってディフェンスうまくできなかったとか、でそれをね FIFA は、改善したと言ってます。で実際に少なくはなりました。ただやっぱねオンラインだと対戦相手の位置情報とかをこう通信でやりながらディフェンスっていうのをポジショニングするわけだけど、やっぱりねあの重い試合とかクソ回戦の試合、海外の人ともマッチングするんで、そういう試合はねやっぱね事故りがちです。ただなんだろう、あのオフライン通信を使わずに、まあ、一緒のテレビ見て一緒の部屋でやるっていうモードだとほぼ事故らなかったですね。で僕あの Xbox を持ってて、Xbox の新しいやつ持ってるんですよ、シリーズ X、 あの、まあ、いわゆる世代で言ったらプレイステ5とかと一緒のやつで、この FIFA21 ダウンロードしてますけど、むちゃくちゃ綺麗、むちゃくちゃ綺麗だし、メニュー画面もすげえ早い、なんかストレスがほとんどなんかどんどんなくなっていってる。でまあゲームプレイとかもかなりね改善されてる。ただそれは、まあ、今 Xbox のシリーズ X でやってる人がオンラインやってる人が少ないから、こうなんていうの、回線が軽いとか、なんかサーバーが軽いとか、そういうことなのが、あ、やべえ、やっちゃったかもしれないので、まあ、一概にはね、なんとも言えませんが、まあ、かなりね、ストレスは、今までで感じてたストレスはないのかなっていう、だいぶ改善されてる部分がかなり多いんじゃないかなと思いますね。あと、ただね、一つ気になったのが、あの、オフラインのモードでね、オフラインのモードで、意外とね、Xbox の方が重い調整になってたっぽいんですよね。ボール持ってて軽くないみたいな、なんかコネコネがあんま軽くないみたいな、まあ、UT と比べてとかもあるかもしれないけど、にしてもねそんなに軽くないみたいな。あだから今もねこの人選手ロックで、選手ロックかな、今も選手ロックじゃあの人ができるの、ボール持ってない人でも、あできるのか、選手ロックしてこう動いて、よりあそこって、ね、キーパーからのさスローインってちょっと怖い部分じゃん。あ惜しい、あこれっつってね、選手が強いっつって、サラマジで強いから、これもかっこいい。で今年はね僕何がいいかってね、運営の仕方がめっちゃ好きです。パックのイベントがめっちゃ来るんで、僕みたいな課金する人からしたらすごい嬉しい。ただまああんまりゲームに課金しないよって人からしたら関係ないかもしれないけど、でもまあ、あでもパックいっぱい出れば出るほど市場がね、あの価格が安くなるんで、無課金とか美課金の人でも今までのコインで買えなかった選手を買えるようになるっていうことであれば結構恩恵があるのかなっていう気がします。さあここね、黒ラッシュもどこで地引きしましたよ、黒ラッシュ、あちょっとちょっとちょっと黒ラッシュここみたいな、このねドリブルでテクって駆け引きがある、
より駆け引きが強くなった。あとね、単純にゲームのバランスいったら本当にね、スピードとフィジカルが大事になりました。今までだったらまあもちろん大事だけど、なんかこうプレイヤーの腕というか腕もかなり大事で、駆け引きに頑張って勝たなきゃいけないって感じだったんですけど、今年はね結構僕みたいなね、あんまり頭を働かせないでサッカーゲームをやってる人でもちょっとワンチャンね結構うまいことプレイできるみたいなところはね出てきてるんで、もう僕的にはもうすごく嬉しいですね、それはね。だからもうどんどん走らせてダイナミックに攻めていくみたいな、人数かけてわーってみんなで攻めていくぞっていうのが僕結構好きなんですけど、それがね結構できるので、まあそれはねゲームのバランスだから、もうすごいそういうの好きな人はおすすめですね。今までだったら結構1対1みたいな。あとはね、違いで言えば、これは今年からのものかは分かんないんですけど、FIFA はね、結構 AI がね、いい意味でアホなんですよ。いい意味でアホというか何もしないんですよ。だから、こう、なんていうの、回線の通信方式が違うとか言ってね、インターネットの回線がどうこうみたいな、あるんですけど、重くても、回線が悪い人と戦っても、あんまりね、こう、差が出ないみたいな、とは言われてるんですけどね。それ何が違うかというと、やっぱ回線によって位置情報とかね、こう、あ、ちょっと待って、相手の位置に、あ、位置がどこがいるか、どこに相手の選手がいるかでこっちの守備の選手は動くわけじゃん。でそれがね、遅延しても、ラグによって遅延しても、そもそも AI がそんなにねバカス、なんかいろんなとこ守ってくれないんで、最初から自分で操作しなきゃいけないみたいな。でサッカーゲームってやっぱそこの回線のラグが出てくるのが、やっぱいつもだったら動いてくれる AI が回線のラグのせいで動いてくれないみたいなとかね、結構 あると思うんですけど、もともとね FIFA はそんなに動かないんで、そんなに何ていうの、ラグの影響受けづらい。あー惜しい。もちろんボールを持ってて重いな、動かしづらいなっていう試合はあるんだけど、環境人それぞれだからね。でもね、言うほど感じないです。ただどっちも重い中でゲームスピードを重くしてるだけみたいな感覚ですね。でなんか、うん、だからなんて言うんだろう、それによって勝敗がひっくり返るとか、上手い下手のなんていうの影響するってほどはあんまりなさそうみたいな。重いことでストレスでイライラしたら、そのイライラした分ちょっと負ける可能性は高くなるかもしれないけど、平常心保っていつも通りのプレーを心がけようと思ってやれたら結構やれるかなって僕個人は感じてます。でも敏感にね、重いの嫌だっていう人もいるんで、いつも通りの動きができないよとかタイミングができないよとか、そういう人にとってはいやいや結構 FIFA もラグがあるよっていう人もいるんだろうけど、僕個人としてはそこまで感じないですね。まあ、もしかしたら俺がもっと FIFA をね詰めてプレイするようになって、なんだろう、いやこのタイミング絶対このタイミングでシュート入ったとかパス通るんだよっていうのをやり込んでさ固め切ったら、そこがまた気になるのかもしれませんね。今はでも気にならないです。あ、まあでもどうなんだろうね、今後も気にならないんじゃないかなっていう気はしますけど、まあ結構俺極めてるつもりだからあんま上手くないけど、まあ同じような姿勢でねやっているというか、まあそんな感じで、まあ、UT メインにはなりましたけども、今年ね FIFA21、かなりアップデートっていうか新しくなってます。だから今まで FIFA やってきたけど微妙だったなっていう人も、やるといいかなと思います。あとは単純に FIFA やってる人口がかなり多くなってて、去年くらいかな、もう売り上げが逆転してます国内でも、だから一緒にやる人が少ないとか教えてくれる人が少ないっていう状況のもうゲームじゃないんで、まあどんどんねやっていって好きな方を選んで、まあ、だからどっちサッカーゲームどっちを選ぶとかじゃなくて、もうどっちもやっててとか、どっちもやってるやつね、なんかなんていうの、どっちか敵対することなく他のゲームと戦わなきゃいけないんで、サッカーゲームっていうのは売り上げ的にね国内だと、だからなんかこうそこで喧嘩せずね仲良くやれたらねいいんじゃないかなと思います。ということで今回はね、FIFA21 のいいところ、新しくなってここが進化したよっていうのを、まあ、かいつまんでですが教えてみました。まあ、僕個人的にはやっぱゲームプレイの中でのアジャイルドリブルとか、ディレクテッドラン、ディレクテッドパス&ゴー、あと選手ロック、この4つが
かなりお気に入りで、これはね変わるなと思ったんでやってみました。ではね、皆さんも実際に体験版とかでもね体験できますんで、ぜひやってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。バー